加えた麦わらの一味は、なんだありゃ、タヌキか。俺はタヌキじゃねえ。トナカイだ。よし、頑張ろう。よし、行こうか。しなきゃね。ラムル、ロゼオメチ。後悔するのに、おめえら、あとは俺に任せときな。囲まれたか。俺のスーパーな力でどうにか突破口をこじ開けねえと。ここは俺たちのものだぞ。
俺の秘策を見て驚け。どうだ、ポッポッこの攻撃でおめえら全員片付けてやる。待ちくたびれたぜ。やっと出番だ。相手じゃ不足か。俺の邪魔しよってんなら容赦なくぶっ飛ばしてくぞ。敵か、排除する。安念しろ。うせえ、上がってこい。相手になるぜ。その覚悟があんならな。やっと出番だ。こんにゃろ、お前なんかに負けないぞ。おめえがどんなに強くてもお前の世界一硬いガードは崩せねえ。ここもらっちゃってもいいかな。ちょっと本気出すか。ランブル、ロゼオミチ。これが俺の力だ。ピンピン、
か。チョッパー、おめえも男だってとこ見せてやれ。ここもらっちゃってもいいかな。かかれランブル。どでも道何切り。私が来たからには負けは許されないよ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。自信があるならわしと戦ってみるといい。おい、ここはもらっとくぞ。ランブル、
かなかに手ごわそう。私がお相手します。大将相手にその態度、度胸だけじゃねえ、振り出しに戻りなよ。よ、俺がお前に負けるか。勝ったって嬉しくねえぞ、この野郎が。すげえぞ。ちゃんと寝てろよ、絶対安静なんだからな。待て、PX-1。 旅行するなら、どこへ行きたい？シャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。麦わらのルフィが生きていた！また海賊に乗り込んだんだって？一体何が目的でこんなことを。わかったぞ。了解。そうか、ルフィ。わかった、わかったぞ、ルフィ。人の気も知らないで、勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャボンディ諸島で。